とあーたんから岸真由さんとなおこさんに指令です。4周年でびっくりしたことはありますか？なおこインティラミさんからメッセージが届いたことです。伊藤ちゃんの暴走事件です。それではいきます。 KBC ラジオベロキューン。こんばんは、あーみんこと姫崎あみです。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのあーみんとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクの岸田真由です。こんばんは、リンクの姫崎あみです。え違うよ、なんで嘘です、嘘です。リンクの副リーダー原直子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさに今のあのびっくりしたことですよぶっ飛んでくるね今日初めてブロキューで姫崎の名前を、ね、ご紹介して姫崎亜美です。似てる？似てない、似てない、全然似てないと思う。直子さん、はい、なんですか？もうリンク4周年目ですよ。はい、ありがとうございます。4周年目ですよ。イエーイ。そう、4月18日にね、あの ZEP 福岡の方でリンクの4周年記念ライブを行ったんですけど、はい、びっくりしたこと、そう、ナオトインティラミさんから、はい、映像が届いたんですよ。すごいですよね。すごくないですか？もうだって普通じゃありえない、うん、そう、私たちね、今度4月29日にリリースする、はい、ハレハレパレードっていう楽曲をあの手掛けてくださっていて、そうですね、それでその曲紹介をナオトさんが、はい、じゃあリンクのみんなよろしくって言って振ってくださった映像が届いて、それが流れたんですよ本番。たまらんですよね。もうだってもうめっちゃテンション上がって、はい、もうハレハレパレードも大興奮の中、私も歌って、わかる、ね、本当に いつも以上になんかテンション上がって、なんか本当にねパレード感出てたと思う。嬉しかった。なんかいつもノリノリですけど、その日は本当に、うん、本当に心の底からハレハレ、心の底からハレハレ、もうハレハレ方よ。本当に上がった。そしてあの岸前さん、そう、はい、あのね、そんなハレハレの中、うん、の伊藤ちゃんが大暴走したんですよ、高まりすぎてね。あ、ライブ中にあの、はい、カロリーなんてっていう曲があるんですけど、あります。その途中に水をペットボトルを持ってきて、はい、最後に口に含んでそれを客席に吹き出すってい う, すごかったね。それもね、あのリハではしてなかったんですけどね。なんか MC とかもこうリハの時は、うん、まあ、普通にこう立ってたんですけど、実際本番になると伊藤ちゃんは無茶ぶりでこう話し出すっていうもう高まりすぎたやろね、いろんなこと言ってて。でステージ中水で濡れてたから、はい、あーたんが、あ、伊藤ちゃんにこれでこのタオルで拭いてみたいな、ちょっと怒ってたもん ね怒ってた。伊藤ちゃんひたすら拭いてましたタオル頑張って私袖から持ってきたもんね。そうだね、なおこさんだったんですね。これはあーたんがもう本当に濡れててやばいですっていう信号を送ってると思って急いで知らなかった。そうだったんだ。そういうあれがあったんですよ。いやでもなんか伊藤ちゃんの無茶ぶりも含めなんか、いや伊藤ちゃんね、私が考えるにあれね、うん、絶対考えてたと思う。嘘、本番ぶっ込んだと思う、うん、計算はしてるでしょうね。うわね、伊藤ちゃん面白いね。でもなんか楽しかったです、うん、楽しかったただむちゃぶり含めじゃあ今日は直子さんと岸村さんとあみの3人で楽しくベロキューをお送りしていきましょう。はい、皆さんからのフリーメッセージもお待ちしております。待ってます。宛先は E メールは全部小文字で veq@kbc.co.jp、 ファックス番号は 092-722-4242 です。4周年のライブ見ました。もうありがとうございます。メンバー28人でのパフォーマンスは圧巻だったし、うん、とても楽しめました。素敵なライブをありがとうございましたというメッセージいただきました。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。こちらこそ来てくださったんですね。嬉しいね。ありがとうございます。だってメンバー28人でライブするのは今年初。そうですよ、今年初でした。ですよね。28人で集まることってほとんどないんですよ。ないです、ないです、ないです。もう嬉しいね。なんかこう大きいイベントとかがあっても、うん、こうアーミンがいなかったりとか、うん、個人のお仕事とかあるからね。岸前さんとかもいないことがあったりだとかして、うん、28人でやるライブはやっぱり違う、なんか違う、うん、なんかだってやっぱそれぞれ一人一人にこう、はい、あの応援してくださってるファンの人っているわけじゃないですか、うんうん、そうですね、だからその28人いないと意味がないっていう部分があるから、うん、やっぱり全員でこう一気にステージに立てるっていうのがやっぱ嬉しいですね。確かに、確かに。それを見てもらえるのも嬉しかったし、うん、もう今回本当に4周年迎えられて全員で出られてよかったなって思います。ぜひあのギリさんには5周年のライブにも、そうですね、はい、
ぜひあの来ていただいて、ね、この1年この4年目もこう期待して見てくれてると嬉しいなって思いますね、うんうん、ありがとう、はい、ありがとうございます。ギリさんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。続いてラジオネーム朝です猫ですさん、はいはいはい、アーミー原さん岸前さんこんばんは。こんばんは。18日のゼップでの4周年記念ライブお疲れ様でした。リンクの全曲をやるという初の試みで、うん、振りやフォーメーションなど覚えることが多くて、うん、さぞ大変だったことと思います、うん、はい、そこでライブが無事終わった今だから言える裏話や苦労した話などを聞かせてもらえると嬉しいです。よろしくお願いしますというメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今だから言える裏話、うん、苦労した話たくさんあるよね。たくさんあるめっちゃありますね。あるよね。何から話そうかな、まあ、何から話す。でも一番苦労したのは、はい、やっぱライブのね、うん、つなぎがメドレーになってたことで、うん、いやそこはもう、ね、アーミーも覚えることがたくさんあったんですよ ね、 しましたね。だってワンテンポ遅れるだけでアウトっていう、うん大人数でやるからね、こうまとまってないとやっぱね、もうカウントでこの7で回転して8でもうすぐ吐けるとか、そう人数多いからちゃんとそのカウントを守らないと入りで重なって入りと出が重なってねバンみたいになるから、はい、それもめっちゃ大変だなって当日も考えながらやってました。もう28人で一斉に動くからさ、そうなんですよ。私こっちに行きたいのにああもう岸前がこっち向いてやるみたいなあどうもってなるけどここはちょっと右で左行ってみたいなリハの時は何回も確認したよね、うん、私の通り道ここだからこっち取ってねみたいな。そうですそうです、あるあるある、あったね。すごいやった本当に。苦労話もいっぱいあるんですけど、はい、私はそのさっき直人インテラミさんから映像を曲振りをしていただいたっていう話したんですけど、はい、その映像だから曲振ってる尺が決まってるわけですよ、うんうん、だからその間にどうしても着替えないといけなくてでもいやあれ本当大変だった大変でした。着替えながらあのハレハレパレードの新曲の衣装に着替えてるんですけど、うん、はい、ハレハレの衣装がパーツが多いのもう、ね、ネックレス 手につけるなんかブレスレットブレスレットみたいなの、頭のカチューシャ、そして上と下、そして下と別々になってますもんね。で靴を履き替えて、はい、全身着替えるんですよ。しかも時間が映像が5分間しかないっていう、もうどんだけ着替え間に合わなかろうが始まるっていうので、そうです。あのこれあのリハーサル高木由美ちゃん間に合わなかったじゃないですか、うんうんうん、本番めっちゃ早かったんですよ。あ、そうなんです。そしたら本番の時は、うんうん、あの荒木さくらちゃんが直線で、うんうん、おらんおらんみたいになって、ソウさんに桜がいないですって言って、うん、でやばいやばいってなってソウさんもめっちゃ慌てて探しに行ってくれて、でもう本当もうじゃあ今日リンクよろしくみたいな言ったぐらいで桜が現れて、いましたって言って、うわー危なー、もう本当ギリギリだったんですよ、うん、もうヒヤヒヤですね映像でテンション上がってるメンバーもいればもうドドドドドしようやばい、はい、びっくりだったあれは。ね、私も、その一生着替えるのめっちゃ大変だったんですけど、あのお水取るじゃないですか。うんうん、実はあの私誰か知らない水をずっと飲んでました。名前書いてたじゃんペットボトルに。そうなんですけど名前が書いてないものもありました。なんか予備みたいな感じで、うんうんうん、ですごくメンバーもすごい出はけとかでわーって急いでる中で、うん、こう。名前のわからないお水がたくさんあってもう誰が飲んでるかわからないけどもういいやと思ってわーって飲んでちょっと申し訳ないなっていうあれもありましたけど、はい、関節、ね、関節キスしたかもしれない、ね、でもなんか去年もそうでしたけど、うん、やっぱ裏はバタバタになりますね。なるよね。去年もこの話した気がする、ね、裏がめっちゃバタバタでさくらまなみちゃんがなんかスパッツが忘れてるみたいなあったあったもう、ね、裏走ってますからね。そうですよ、めっちゃダッシュしてます。うわってなってたからもう本当に大変でした。でも裏といえばあの今回ちょっと嬉しかったことがあったんですか。私、はい、あのご飯が出るんですよね、うん、一日中ゼップの中にいるので、はい、そのご飯にあの本物の明太子があってあったね。ありましたね。やったと思ってえそれもボールにどっさりと明太子が詰まっててもうどんだけ取ってもいいよみたいな感じだったじゃないですか、うん、はい明太子だよもう本当ですよ
明太子王ですよ。明太子王よ。でも福岡ですからね。でもメンバーで、ね、明太子好きなメンバーすごく多いんですよ。うん、私もなんですけど、酒井朝香ちゃんとか、うん、もうてんこ盛り持って。いや持ってました。あのステージ終わった後も食べてました。嘘でしょ。嘘。取りだめしてた。取りだめしてました。えステージはあの片付けられてたじゃん。いや器に全部乗せてて。やばいそれ。てんこ盛りでカピカピになるやん。やっとすっごく嬉しそうでしたよ。美味しいって言って。じゃあライブ中多分朝香の頭これ終わったら明太子食べるよ。ちょっとそうかもしれないですよね。でもそれを言うならのレディーの一ノ瀬美久さんも、うん、あの昼食でテンション上がって、うん、明太子めっちゃ取ってきたって言ってたのに、うんはい、白ご飯との割合を間違えててご飯終わっても明太子だけ残ってて。それ松原くるみもでした。そうなんですか。レディー張り切りすぎて明太子取りすぎ、欲張りすぎでしょ。みんなもうそれが嬉しかったっていうね、裏も充実してたってことで、ね、あそうですね、猫ですさん、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。アーミー、原さん、岸間優、こんばんは。こんばんは。岸間優、舞台夜派の再演決定おめでとうございます。おめでとうございます。今回はタイトルがバージョン 1.1 となっていますね。前回よりもパワーアップしているのでしょうか。とても楽しみです。舞台女優岸田真由の復活を楽しみにしていた方も多いと思います。ぜひ意気込みを聞かせてくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。そうなんですよ。あの10月にですね、はいはい、東京で行われた夜派っていう舞台に私出演したんですけど、うんはい、今回再演がなんと5月の23日から31日まで行われることになりました。うわ、再演ってことはあと1ヶ月後じゃないですか。そうですね、約1ヶ月後になります。ドキドキ。もうじゃあ前回がすごい良かったってことですね。そうなんですよ。前回がですね、なんとチケットが1分で完売したということで、今回はちょっと会場も広くなってですね。そうですね、広くしないとですね。新宿の、はい、新宿村、新宿村ライブという会場で、うんはいはいはい、今回はですね、うん、あの14公演全部で行われるんですよね。わ、聞こえるね。でもなんと見どころは今回、うん、なんと、はい、アルファ舞台、デルタ舞台とあって、はい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 、あの全部ダブルキャストで、うんうんうん、舞台を進めていくんですけど、うんうんはい、アルファ舞台っていうのが、うん、初演メンバーを中心とした私も所属する舞台で、うんうんはい、デルタ舞台っていうのが、うん、もう今回初めて入ってきた、そうですね、ニューキャストを中心にした舞台となってて、あの私はだからあの14公演あるうちの7公演しか出ないんですけど、はい、5月の26日から30日までの間に、うん出演します。おかっこいいやろな、岸前の舞台。私も前回もすっごく見に行きたかったんですけど、どうしても都合が合わなくてですね。そう、東京だからね、メンバーもなかなか来れないんですけど、ね、もう稽古だったりとかも始まってるんですか。なんと私まだ参加できてないんですよ。おっとでも前回も1週ぐらい遅れて、そう一週ですよね。前回はアーミンとまたあの夜派行く前に、はい、アーミンと一緒にベロキューでお話しして行ったんですけど、今回ね1ヶ月ぐらい稽古遅れて、はい、参加するんですよ。えやばくないですか。そうなんですよ。あの私東京に稽古行けるのが本番始まる1週間ちょいぐらいで、それベロキュー出てくれてありがとうございます。でもさ再演だからね。でもめっちゃポジティブに考えたら、うん、その1週間しか稽古出れないのに岸前にオファーされてきたってことは、岸前はすごいいい演技をしてたってことじゃない。ってことでしょ。いやでしょ、きっと。やばい、天狗になるからそのままやめとこ。腹折っとこ。どういう役柄してるの岸前は。前はあの、はい、夜派っていうのが、うん、あの機械生命体なんですよね。はい、はい、機械生命体。アンドロイドなんですよ。あ、なるほど。アンドロイドの役で、はい、私は夜派16号っていう役をやるんですけど、はい、すっごい男っぽくて、口調の悪い、悪い、あの喧嘩口調で何でも言っちゃうような気の強い。想像できないよ。でしょ。なんか言ってみてよ。じゃあ、いや分かった。じゃあ岸前ちゃんのその16号まで、はい、はい、3、2、1、かかってこい。おー、かっこいい。ありがとうございます。こんな感じで、もう本当にかかってこいとか、やってやる、はい、やってるやつ、いけみたいな。大丈夫、この滑舌で大丈夫なんでしょうか。ちょっと噛んでるよ。あの私噛むじゃないですか、うん、舞台中噛まないんですよ、はい、ああ高木ちゃんみたいな。そうなんや、やっぱ切り替わるのかな、スイッチが。なんか役に入ると
すごい噛まないんですよ。いやー、1週間でめっちゃ詰め込んでから詰め込んでいきます。頑張ってください。再演なんですけど、うんうん、ちょっとなんか場面が増えたりとかしてて、うんうん、やっぱバージョン 1.1 ということで、うんうん、プラスアルファされてることもあるので、うんうん、ぜひ会場までお越しください、はい、リスナーの皆さんもぜひよろしくお願いします。お願いします。オイルイシーさん、メッセージありがとうございました。ありがとうございます。続いてラジオネーム恋するうさぎちゃんさん、アーミー、原さん、岸真由、こんばんは。こんばんは。まずは4周年ライブお疲れ様でした。お疲れ様です。めっちゃ行きたかったところ都合つかず行けなくて残念だったけど、それ以上のものを今後見せてくれると期待しているので、3人には特にこれからも走り続けてください。え、話は変わり相談なのですが、最近気になる人がいるんですけど、自分恋愛に関して受け身だからどうやって気を引くか悩んでいます。多分相手も受け身な感じなんで、うん、こっちから行くしかないなって思って、うんうん、大人な原さんと岸前にアドバイスもらいたいです。ついでにアーミンのアドバイスもメッセージでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ついでに、ついでに、ついでにって、私結構ためになるアドバイスできました。いやいやいや、この受け身に関してはね、やっぱここはね、大人な、そうよ、大人な、私が回答いたします。アーミンに任せてください。いやいやいや、アーミンとベロキューで恋愛相談みたいなの受けたこと結構あるんですよね、岸前。そうですね、岸前さん多いですね。アーミンはもうアニメの世界を語ってくれるんやけど、うん、そうそうそう、わかんないでしょ、私たち。私が、じゃあまずは、はい、まずは私が、えは大人の私、はい、ま、一番大人な、受け身同士って分かってるってことは、はい、行くしかないです、これは。そうですね、いや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 、行くしかないと思います、はい、だからですね、はい、まずは私の場合は、じゃあ、挨拶レベルというか、まだこう、はい、友達にもなってないという仮定しまして答えさせていただきますね。はい。その場合は、なんかこう、共通の趣味とか、そういう、なんていうのかな、仲良くなれるワードを探す。うん。例えば、毎週見てるドラマが一緒とか、はい、なんか、例えば好きなアーティストさんをこう、リサーチして、なんか話を合わせるところから、まずこう、親しくなる、こう、なんていうの、好き好き好きっていうのを全開でいくとちょっと惹かれる可能性があるから、はい、そういう当たり障りのないところからこう顔を合わせると、あ、あのドラマちょっと今週すごかったねみたいな、こう一喋れる内容を探すっていうのが私はいいと思います。なるほ ど, どいいでしょ。まあ、じゃあ岸前行きますね、はい、次。じゃあ岸前は恋するうさぎちゃんが男性とします、うん、はいはい、そして仲いい女性のことが好きだという設定にしますね。なるほど、はい、もう仲いいんだ。そう、仲いいからめっちゃ喋るんですよ、うんうん、けどこうなんだろう、お互い好きってことが分かんない、うんうんうん、仲いいだけなのか、はいはい、お互い好きなのか分かんないみたいな関係なんですよね、今。そしたらもう告白するしかないじゃないですか。キシマユ、それも大人な女性が好きって、はい、じゃあ大人な原さんとキシマユにアドバイスをもらってるってことは、うんうん、年上が好きなんじゃないかなって思うんですよ。いや、そんなことないかもしれないですよ、恋する。いやいやいや、ね、年上好きってことは、その年下の恋するうさぎちゃんはちょっと可愛らしく好き好きアピールをしてみたり、うん、甘えたりとかしたら、なんか大人な女性はキュンとするんじゃないかなって。どっちだろう、ちょっとそっちはリサーチする可能性があれだね、しないとね。なるほど、ね、なるほど、もっと恋するうさぎちゃんさんにはなんか、うん、もっと詳しく伺って。そうだね、どんな方が好きなのとかとかも、なんかね、どんな、まあ、男性だと思うんですけど、ちょっとなんか今後の展開とかね、ちょっと気になるんですけどね、ぜひぜひちょっと今後メッセージお願いします、はい、いやもう今日はね、お話ししすぎて、はい、エンディングの時間が来てしまいました。早かった。もう今日お二人ありがとうございました。また次回よろしくお願いします、はい、来週は誰が登場するのかお楽しみに。ベロキュー、今日のお相手はリンクのアーミンと岸真由と原直子でした。それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ。アーミンもアニメの世界のこと言い出すの、そうそうそう、いやいや、私ほどそんなもう物知りない人いません。いや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 、現実ではありえない。ダメダメの、アーミンね、いつもね、アドバイスとか聞く時のね、アドバイス仕方が、ここでフラグが立ったって分かりますからね。え、あのフラグ、いやもうだからもうアニメの世界でもほら通じてないなんかその行動で相手がどう思うかっていうのが、いや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 、それアニメやったらいい方向に行くもん。本物は、本物はね、そんな簡単にいかねえ。